わお。どうも吉田博アート展へようこそ。今日のスペシャルゲストは銀シャリうなぎくんです。どうも銀シャリうなぎです。お願いします。いや違います。ヒロさん、はい、こっちこっち。あ、うなぎや。うなぎです。我らがヒロさん、ギャグアート展、そう、高島屋でしはるっていうのでめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。プライベートでも見に来ようと思ってました。嘘やろ。いや、ほんまに一回も来たことないね、今まで。いやいや、一回も顔見たことないで。いや、ほんまっすか。うん、わざもそっと言ってるんで。もうヒロさんといえばこのこちらね。これすごいっすね、超大作。82万5000円やで。あ、思い切りましたね。誰が買うねん。いや、いいんですよ、この強気のね。だってめちゃめちゃ多分時間かかってるじゃないですか。そう、これは1日 9時間ぐらいかかって、それも2ヶ月かかった。超大作。そう、ここに白やから見えへんと思うけど、夢叶うって書いてある。ちょっと縁起のいい、まあ、なんとか夢をかけてる人とかいればこれさえあれば夢叶うためには82万5000円かかるいうことや。どうだ、この展覧会のコンセプトって何なんですか。あのタイトル通り、あのギャグアート展やから、はい、とりあえずいろんな意味で、あの作にはあのギャグが入っていた、入り込んでる。ギャグが入り込んでいる。そう。え、じゃあこの作品にもギャグが入り込んでる。これには入ってない。入ってないかい。入ってないかい。これは入ってないわ、悪いけど。ギャグあるやついこうか。ちょっとギャグあるやつ、そのまだ今の出るじゃん、ギャグは。うん。でも、ヒロさんのギャグの数めちゃくちゃ多いですから、すべてが知ってるかって言ったら。まずは分かりやすいのからいこうか。分かりやすいのはちょっとお願いします。俺のあのヤクザの時の寿司ネタってあるやん。これ。これね、あのいつもあの俺が寿司ネタするときに、あのこの型があるわけよ、はい、この型をこうやって あの後輩に書いてもらうわけよ。実際合わせて書いてもらってるんですか。そう。あ、え、だからこれがないとあの寿司ネタできへんのよ。あ、じゃあもうこの寿司ネタの型のまま。そう、だからこれは非売品なわけよ。この型で書いたのが横の寿司よ。でもいいっすね。でもタイトルはやっぱりあの入れ墨やからタトゥーっていう。タトゥーだっす、うん、これ見て、これこれ。ちょっと待ってください。いや、こんな繊細な人ちゃいますやん。これ、なんかよう分かれへん。はい、これを解読してみて。なんかよく分かんないですけど、なんか銀色っぽい、あ、金っすか。金色っぽいのでなんか書いてますね。あ、下から見たら。おなんか、ぐるぐるぐるってなって線いってる。そう、下から見たら雨が降ってるよね。雨だからタイトルがキャンディーや。そっちの雨違いやろっていう。これ木戸さんだいぶ難しいっすよ。そうやね。お客さんに伝えてもあの伝わらへんね、なかなか。はってこれ大変でしょ。これもみんなに聞かれんの、お客さんに、はい、あのこのあの技術はどういうふうにしてるんですか。確かにこれどうやったの。たまたまやね。どういうことですか。いや、バーッと点々終わった後に、はい、あのシルバーでペッペッペッって書いてみて、ほんなパッと出来上がったら、あれ見えへんと思って、こう角度変えてみたら、パッと下から見たら、あ、見えた。なるほど、え、もう偶然なんですか。偶然、何の計算もあれへん。確かに、なんで下から見たらめっちゃ雨降ってますわ。ちょっとヒロさん、マジですげえっすね。どういう、どう思いつくんですか。見てこれ、これ。いや、めちゃくちゃリアルっすよ。何なんですか、この素材。これ、あの紙粘土で作って、角を作って、知り合いの造形作家さんが、すごい造形作家さんがいはって、その人がこの、あの特別な樹脂を混ぜて、これを固めてくれたんよ。めちゃめちゃおしゃれですね。ヒロさんといえば、もうやっぱこれで僕、なんかアニメたちの似顔絵のイメージがあるんですよ。そうそう、まあ基本は似顔絵描くの好きやから。ですよね。こういうのもいけんすか。いけんね。いや、でもなんかすごいです。このセンス。いや、俺はっきり言うわ。なんで緑使ってんすかとかめっちゃ思うんすよ。いや、なんかだって海やのに。うん。夕暮れでしょ。結構緑入れてますよね。うん。たまに中将を思い出したりとかしたら。嘘でしょ。最近一緒になってないなとか思ったら緑入れてまう。中条さんの緑入ってる。そう、最近会うてないな、何してんのかなと思った時にはもう緑がピュッ。あ、そういう時緑入るんですか。そうそうそう、一個見てほしいのがあんねん。あ、すみません、ちょっとこれよ、このテーブル。うわ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 、
下支えてんの鹿の角ですよ。そう、鹿の角で、この鹿を描くためにあのコロナ中にわざわざ奈良まで行って鹿を見に行って、バーいろんな鹿の写メ撮って、そして自分が好きな鹿をバーッと選んで描いたのがこの鹿やん。うわー、すごいっすね。タイトルが歌詞っていうね。歌詞、鹿がここにおるやんか、はい、いやの鹿っていう字がこっちやねん、はい、逆やから歌詞にしたん。なるほどなるほどやないですよ。な、何どういうことですか。いやさ、あの円卓やから、あ、まあ、円卓やからどこに座ってもいけるように。これ、ね、これ実際使えるってことですか。そうや、いや、やとしたらもうこの辺邪魔ですって。テーブルとして使うなら値段見たら値段99万円すごい、100万はいってないですね。ギリ100万いってない。ギリ100万いってない。あと俺ラーメンがものすごく好きやねん。ラーメンが好きすぎてできたんがあれ。うわ、めっちゃいいっすね。側は真っ白、真っ白やけど、ほらここに中華料理みたいな、あのあれでヒーローって入ってて、これ吉田ヒーローってなってて、ラーメン食べ終わったら俺のマークが出てくるって。いや、めっちゃいいっすね。天一みたいやろ確かにね、あのスープ飲み干したら出てくるみたいなね。あとこれ、最後にこれよ。いや、ちょっといい。この吉田ヒーロー曰く新喜劇のヤクザ。まあまあね、ドスドスドスで、これ眉毛ボーンってめっちゃいいですね。これ非売品っすやん。なんで非売品なんすか。その代わりこれドスのピアスを売ってんの。ピアスいらないっすね。なんでやの、俺吉田ヒーロー曰くピアスやし。いやいや、何これどう考えたらこの考えに至るんすか。そのびっくりしてます。もう皿とかもありますやん、うん、伊藤さん。あの皿買って全部デザイン俺指やからな。これがもうすごいですね、本当に。タイトルがヒロの愛、うん、だからほんまはヒロっていうので、はい、H があったんよ。黒のこの同じ皿で、確かに H 白で H って書いてたんよ、はい、ヒーローってなって、はい、なんで H なんですか。売れたんよ。え、聞きたかったっすよ。なんで H を買ったのか聞きたかったっすよ。その愛じゃなくて、なんで H なの、うん、それは俺、でもこうやったら H に見えねえけどな。すごいっすわ。これこうやって H に見えるから。ほんまっすわ、もう H っすよ、うん、これもうこう飾っとこう。ちょうど名前も下にあるし。ほんまっすわ、ちょめちゃ H。 あとね、はい、あの新喜劇美術クラブっていうのがあって、え、なんかそういうあるんですか。そう、この5人がやってるんです。あのボンザワールド君はじめ、ボンさんしてます、坂井愛ちゃん、愛さんも、松浦慎也君、金原さなえちゃん、小林優ちゃん、この5人が美術クラブっていうのを作ってんねん。そうなんですね。で、ボンさんはこの作品、今なんか絵もすごいじゃないですか、うん、でもこういうの今作ってるって言ってたんですよ。でも実物見たことなかったので。これね、素材何なんすか。でも硬い、ちゃんと 3D プリンターでなんか作ってるらしいんだけど、めっちゃ時間かかるらしいで。めっちゃ時間かかるでしょうね、これ。うわー、すごいっすね。みんなそれぞれ個性があるやんか。個性ありますね、すごいと。やっぱりほら、新喜劇のメンバーって新喜劇のハッピーがメインみたいやから、やっぱりこれ愛なんて新喜劇のハッピーの柄にみんなのギャグを入れてるわけよ。うわー、すげーですね、この。で、金原さなえでもやっぱり新喜劇やから、新喜劇、あの、なんか、この柄の花瓶みたいな、うん、いいっすね。これ、普通にグッズとしてめちゃくちゃ売れるんじゃないですか。そう、売れる売れる。ねえ、いつまでなんですか。これは、あの、18日まで。あ、じゃあ、ぜひ、今があるのすぐ間に合う。ぜひ来てください。交通の便がめちゃくちゃいいの。電車で、もうすぐですんで、駅降りて。はい、はい、待ってます。作品高いやつばっかりちゃうから。あ、そうですね。まあ、安い。確かにありました。のもあるんで、はい、それに、まあ、できるだけここに僕はいますけど、おらんときやっぱり人間なんで、ご飯食べに行ったりとか、トイレ行ったりとかしていないときあります。その時はまた1時間ぐらい後に来てください。はい、ぜひお願いしますで、もしよかったら買ってもらいたいですね。でも高額な、買ってほしいな。高額なテーブル買って。テーブルぜひ99万円、ぜひともお願いします
お安い。